これ私今聞いてたんですけど、全く同じことずっと小池さんにやられてるんですよ。もうずっとあの挨拶もなしに、あーポムだーって言われるんです。私小池が竹本にポムだって、はい、だから今聞いてて おかしいなと思って、あポムだみたいな、ポムおいでお手みたいな、全く同じこと、毎日やられてます。濁りのない M かと思ったら S 要素だ。これは小池さん、もうポムと顔がそっくり。シンプルにそういう理由ね、似てたのね。まあ確かに竹本は小型犬のようなね、確かに感じはあるもんね。犬顔っすね。本当に可愛くてポムってなるんですけど、でも私のことはポムネって呼んでます。ポムネ、ちょっとポムの渋滞激しくなる、ね、ポムが乱立してますね、これは。